にんにく玉ねぎジャムを作ります。玉ねぎ200グラム、にんにく50グラム、水 50cc、ラップをし600ワットのレンジで10分加熱します。一度取り出し、砂糖20グラム、リンゴ酢大さじ1を加え混ぜます。ラップをせずに600ワットのレンジで5分加熱し、粗熱を取ります。加熱した具材を容器に入れ、30回ほどブンブンしたら完成です。